例えば2021年8月の、9日、10日だったかな、ちょっとテロップ入れておきますけれども、台風がね来て、ほんでもうねそろそろ通り過ぎていくというところなんですね。でね、この時に琵琶湖ではねこういう現象が起こることがまあまああるんですよ。急に水位が下がるんですよ。朝の段階での水位は何でしたかね、ここやったよね。で、そうですね、20センチ、25センチぐらいは下がってますね。これなんでこんなことになるかというとですね、風で水が押しやられるんですよ。なので、普段は見えない水中のものがね、いろいろ見えてくるんですよ。ちょっとね、護岸の掃除をやっている都合上ね、水の中にどういうものが沈んでいるのかというのを、把握しておくということもね、兼ねて、記録映像として残しておきます。ああ、そこ、こんな尖った石とかがあったんですね。危ないですよね。せめてもうちょっとこう倒しておいた方が、ね、安全ですよね。で、普段はこの辺ですね。水滴には。で、ちょっと他のところに、風がね、もう風が目に見えてますよ。まだ風が待ってますね、ぐんぐるん。ちょっと危ないですね、ちょっとこの状況ね。もうちょっと風が収まってからの方が観察するのがいいかもしれないですけどね。まあ、とりあえずちょっと行ってみましょう。うわー、これはちょっと一辺の階段。はい、なんかカスがいっぱい飛んできてるね。一旦カット。まあ、この辺もね、あれやん、これ危ないですよね。あれはちょっと引き上げられそうですけどね。うわー、この辺も瓦礫だらけ。この辺ね、いつもね、あの足怪我要するとこなんですよ。瓦礫いっぱいや。うわー、これあのねじれもっていう水草ですね。で、いつもの石の集積場所がこんななってますね。うわー、こんななってたんや。ほら、足怪我するはずやね。危ないですね。で、この辺もまだいっぱい瓦礫の山、あの辺まで向こうがまだちょっと、瓦礫ですね。見ていきます。瓦礫ですよ。これを乗けるなんて事実上無理ですね、これ。うわー、こんなたくさん瓦礫あったんや。しかもここすごいな、これ。あ、ちょっとコーンがね倒れちゃってますね。しょうがないね、これちょっと倒しておくしかないね。瓦礫だらけね。一応瓦礫多いわ。この辺も石だらけ。こっちの方は、こっちの方割と深いんやね、あそこね。石がいっぱいありますね。ああ、穴だと。この瓦礫もでかいですよね。
ょっと砂がこっち来てくれたらいいんですけどね。でこの辺も全部砂でしまうとかかな。ゆくゆくは無理だな、これこんなたくさんの。しかも大きいもこんなたくさんのガレキ誰が捨てたんやろね。あの鉄骨ちょっと危ないね。早急に見てみたいけど、もういけるかな。あ、いけるね。よし、すごい風吹いてる。あそこ、まあ、建物がここにあるんで、これの建物の影になって、ここは大丈夫なんですけど、建物が あそこで途切れてて、ブワーって今ね風が吹いてる。うわすごい、危ない危ない、帰ろう。